じゃじゃさあ、今回も、はい、前回に引き続き、高木豊が選ぶオールスターゲーム2019をやっていきたいと思います。はい、行きましょう。はい。まあ、先日ね、はい、パ・リーグの方を、そうですね。やりましょうね。前回パ・リーグだって言ったら、疲れるな。はい。疲れますね。毎回疲れますね、本当に。疲れますか、やっぱ。今回は、はい、セ・リーグ、行ってみたいと思います。これはやっぱ楽しみですよ。だからパ・リーグはなんかこう、DH っていうのがもう確立されてるからさ。まあまあ考えやすかったけど、はい、セリーグでDH入れないとって思ったら、うん、非常に悩みます。ああ、ね、楽しみですね。ただね、だからまあパリーグがやったようにポジション別で今から発表してるけど、はい、もうピッチャーは分かるよな。はい、だからいいんすか？いいよ、全然。今のが通じです。ああ、それで頭に悩んだ。いやいや、ありますありますよ。お前誰で悩んでたんだよ。大瀬良投手と今永投手。ああ、悩むな。いや、悩みますよね。ああ、どっちかかな、今の状況で言うとですよ。はい、今永投手でも今年、まあいいですからね。今年の今永のあの球の生きた感じ、まあ、確かに。これはやっぱり俺は選んでやる。まあそうですね、やっぱちょっと強打者と勝負してほしいっていうのもありますしね、パ・リーグのキャッチャー。僕は阪神の梅野選手かなっていうのはありますね。今年のまああの打撃もありますし、はい。相澤選手もいいですけど。俺も相澤。ああ、マジっすか？オールスターだな。はい。相澤抜けるかっていう。3連覇してるキャッチャーと。なるほど、そういうことですか。やっぱあのバッティングっていうのはね、まあ、もう梅ちゃん今年調子いいよ。いや、いいですよ、はい、今年いいし頑張ってるよ、骨折もありながらチーム戻ってきてるんで、あの子が戻ってこないと今の地位に阪神がいるかどうかって分かる、分かるけど、やっぱ相澤をまた超えらんないよ。なるほど、そうなってくると相澤の方が率がちょっと低いかもわからないし、はい、バッティングのこと比べたら今年は梅野の方が頑張ってんじゃないのって、数字的にはそうかもわからないけど、やっぱ相澤だわ。あー、はい、ファーストファーストファーストは誰思うんじゃない。え、期待値も込めて、期待値がもう好きなんで、ビシエド。あー、ビシエド選手。豊さんが選ぶっていうところで大山選手かなって。いやーファーストで使うってこと。ファーストで俺は村上。ああ、やっぱ夢を乗せて。まあまあ確かに夢ありますわ。ビシエド選手夢乗ってますよ。乗せれますよ。ビシエドはさ、4番から外れたりとかしてんじゃん。村上は期待しかないから。いや、でも確かに。しかも、まあそれは若いっていうのもあるよ、はい、うん、だけどまあ入れてやりたいなと。見たいって気持ちもやっぱあります。オールスターだし、はい、ファンも喜ばせないで。確かに。だからといって村上が入ったら、はい、戦力がちょっと落ちたとかない、そんなことはない。やっぱあの子の持ってる威圧する力っていうのがある、はい、でセカンド、セカンドはちょっとどうしようかな。いやーでも鉄道さんですかね。あー、そうだな。いや、キクもいいんだけどさ、あそこですよね、やっぱ、うん、キクもずっといい時を維持してくれたら、はいはい、キクだったの。おー、落ちてきちゃったからね、チームの時の調子が。そしたら同じ調子が悪いんだったら、はい、やっぱテストかなってなっちゃうみたいな。はい、サード。サード、これも一択ですね、もう自分の中では。まあそりゃそうだよ。ああ、もうそれは忘れてた。え、忘れてます。これはもう本当に、これ迷わない、迷わない。わかりました。誰？岡本選手。全然違う。やっぱ周平でしょ。ああ、そうかそうか。やっぱ周平がどれだけ頑張ってる。いや、マジすいません、これはそうですよ。本当すいません。これは周平選手、巨人の4番がここに選ばれてないっていうのが問題点だね。なるほど。やっぱもっとインパクト残してほしいわ。ジャイアンツの4番だったらね、やっぱその期待値も。相撲取りみたいな第89代4番に座った、そうですね、あそこだけだから何代っていうの。そうですね、相撲取りの横綱かも。でもそう、やっぱ今年の岡本はそれなりに頑張ってるインパクトが小さすぎる。去年がやっぱすごかったですね。はい、ショート。もうそれはもうだって、これはもうだって、俺どんなに悪くたって外さない。もう最初に出ました。最初に出ました。声を揃えて、せーの、坂本選手。もうね、もうこれは俺の鉄板だから。あんだけ言ってて坂本選手だから。これ骨折してても俺ワンチャン出す。怪我してても違う。これは
坂本はプロ野球の顔だから。いやーまあそうですね、だから絶対出す、これはもうね間違いないですよ。でもはい、外野手3人、外野手まず1人は、ああまああの選手かなって、鉄板なのがいいです、はいはい、言ってみ、はい、ボッと言っていいか、鈴木誠也、鈴木誠也、それも間違いない、はい、これはもう間違いないですよ、間違いない、2人目ここはちょっと、でも僕ちょっとまあでも出てほしいなっていう選手は、うん、だろう、うん、じゃあ丸選手です。ああ丸、もう丸入ってる、ああそう、丸選手、やっぱり、はい、あの移籍してね、で2年連続 MVP 取ってて、はい、オールスターの一角に入らないということはない、そうですか、ね、それはもうしょうがない。でもう一人、まあ、僕ちょっと、まあ、今年の勢いっていうのも考えて阪神近本選手どこかなと思ったんですけど、オールスターだろ、いやオールスターですけどいやでも申し分ないんじゃないですか、成績は。筒香選手は迷いました、うん、でもちょっとこう今、まあ、先に言っとく、はい、筒香は DH、 ああなるほど、子供やっぱりジャパンの4番としてさ、はい、成績がまあ悪いとか、はいはい、って言われてもやっぱセリーグの顔だから、あそうですね、ここはやっぱり入れなきゃいけない、もう時間、はい、時間はあれだから言うけど、はい、近本、はい、ええちょっと待ってこれはバレンティン言わせてくださいよバレンティンやこれはやっぱ梅ちゃんが、はい、梅ちゃんと迷ったって言ったでしょ、はい、やっぱここまで阪神頑張ってて一、はい、人も先発に出てこないっていうのは、はい、そうちょっとおかしいんだよ、あやっぱ、まあ、そういうバランスを考えたら、はいはいはい、そしたらやっぱ近本だよ、ね、あやっぱ近本が一番に入ってやっぱ阪神もぐっと来たから、ちょっとここのとこ疲れて打率は下がってるけどな、うんうん、じゃ当たってたんですか、僕当たってた、あそうだ、なんだったんですか、それオールスターだよみたいな、さあ打順いくぞ、はい、1番はい近本、あまあこれはでも2番はい坂本、ああいや俺ね、なぜ坂本の2番にずっとこだわるかっていうと、はい、デレコジ自体になってほしいのよ、あーなるほど、だからもう2番を巨人でも、はい、全日本でもどこでも2番に据えてほしいんだよ、おー2番坂本、おそらく絶対やってくれる人だから坂本は、怖いっすね2番、2番最強説ありますね、いやもちろんね3番とか4番とかも打てるよ、はい、能力的に、はい、でも俺はデレコジ自体を目指してほしい、あーえ3番はいはい、まあ、あーやっぱこのコンビはこの流れにありますか、オールスターでもいやかましたいですね、違う違う違う、ここに鈴木誠也とか入れてもいいよ、はい、そりゃ怖いよお前ぶるっちゃうよいやだけど、まあ、ここははい、はいはいはい、4番鈴木誠也、あーいいっすね、このラインもいいっすね、いいっすね、丸鈴木っていう、5番はい DH はい、すごい、あーここでかわいい、はい、まあ、セリーグは書き順間違えないね、あ、本当ですか、思い出がどうもあんのかないや、そんなことないですけど、6番はい高橋周平、あーここで、あここで来ました、はい7番はい山田、あーはいはい、はい、いや、これね、はい、変えてもいいんだけど、はい、そしたらジグザグになるんだ、なるほど、あーなるほど、だからここ変えてもいいんだけど、はいはいはい、まあまあでも、やっぱり周平って、はい、あ、これ変えますか、ね、いや、変えますよ、ちょっと変えてからね、はいはいはい、8番、村上、あーはい、いいっすね、なるほど、怖いな、ちょっと待って、お相沢にしよう、あで、こことここ変えよう、全部ジグザグにしちゃう、ここも変えですか、うん、か筒を次に山田行って、なるほど、6番山田、はい、相沢選手で、9番が村上、あ、9番が村上選手で、先発ピッチャー、 P 行きましょう、 P を、はい、先発今永、はいはい、中継ぎジョンソン、おお阪神ですね、阪神ので野菜来た、あここでまあまあこういう風になる、なるほど、はい、まあセリフの方はジグザグ打線、なるほど、左右左右綺麗になってますね、はい、ただ村上をまあ9番に据えるっていうのはすごく心もとないんだけど、はい、かわいそうなんだけど、まあまあでもこの面々からすると、はい、まだまだだよと、なるほど、早く上位をクリーンアップ打てるようにね、はい、頑張って出るだけでもすごいですからね、まあ、そうですね、進出があるから、あここ出揃いましたね、助っ人外国人は、あ、いないですね、ジョンソンだけ、
ケット外国人誰がいる？ビシュンです。バティスタ。あ、バティスタ。いや、バティが、はい、バティと村上は悩んだわけよ。でも日本球界のために、はい、まあまあこういう風になりました。やっぱりもうこれはすごいメンツですね、オールスター。これでも本当ありえるかも、うん、まあただ、はい、ただなんかこう見ると、はい、パリーグの方が調子良さそうな感じがするよな。確かに、まあ、西武に偏ってますけどね。一人一つのこっちのが濃いですまたそういうことで、はい、あでもこれ面白そうですね、はい、ね。まあ、オールスター、はい、いろんな楽しみ方があるね。これはもう、あの、豊さんが選ぶという。あ、そう、そうだよ。これ大事なんだ。そうですよ、はい、そうそう、これで行くのかって感じでした、はい、何言ってんのとか、そういうのじゃなくて、はい、豊さんが、いや、俺が勝手に言ってるから勝手に言って、はい、ちょっと楽しみに、はい、見たいですね。はい、楽しんでください。はい、はい、ありがとうございました。